はい、生産です。皆さんいつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。コメントやグッドボタン励みになっています。お時間ある方はどうぞ最後までご視聴になさってください。それでは今回の内容に入りたいと思います。今回は皇室レッスン帳というものを教育図書出版が出しているものを使ってみたい、いきたいと思います。どちらかというとですね、学校の教科書に使われるタイプのものになります。書き込み式になっているので、プリントなどを配るよりかもバラバラならないので、最後までやり終えるとすごい達成感が出ると思います。いろんな教科書とかレッスン帳を見てきたんですけれども、とてもおすすめの教科書になります。あと値段も安いです。値段が確かここに書いてますね、500円プラス税となっているので、とても安くて求めやすいです。中ちょっと見ていきましょう。中いろいろ書いてるんですけれども、どちらかというと高校生向けの教科書になるので、基礎的なことも書いてます。姿勢だとかペンの持ち方とか書いてるんですけれども、中でも特に私の方でお伝えしたいのがペンの種類と太さのところなんですね。これは書写の授業をしていると気になるのが、とてもペン先が細いものを使ってるんですね。だいたい 0.38 とか 0.4 とか 0.5 の人が多いように思います。ただ書写の授業でボールペン、特にペン習字の練習をするんでしたら 1.0 から0.50.7 から 1.0 のペン先で書かれるのが私はお勧めしています。ちなみに私の方も、動画の中で使用するのはこちらの、ユニボールシグノの 1.0 を使っています。太字と書いてますね。こちらを使って書いています。隣のページに行くとこういった手を少し慣らすようなウォーミングアップのいろんなジグザグの線だとか、こういう渦巻きだとかがあります。こんなのもやるのも楽しいかと思います。中身早速入っていきたいと思います。レッスン2のひらがなというところがあります。ひらがな、意外と間違えたまま覚えていたりするんですけれども、こちらにはですねすごく分かりやすく、手本の文字もすごく綺麗です。そして特徴などがちゃんと書いてます。例えば、この2ですとここの真ん中を大きく書きますとかですね、このアーですと書き順も書いてたり、こっちの方の丸の中は狭くこっちの方は大きくしてくださいなどと、ポイントが書いてますね。そして何よりも、まずなぞり書きを2つして、そしてマス目があるところでもう一度書いて、最後に自身でこの全く線がない空白のところに書くというですね、段階ごとに文字を習っていくような仕組みで構成になっています。私もですけれども、とにかく先生のお手本をなぞり書きするところから練習して、最終的にそれを自分の文字にできるように学習したのを覚えております。それでは早速中身に入っていきたいと思います。この数という書き方ですね、少しずつやっていきましょうか。この巣というのはここを大きく取ってくださいと書いてますね。ですので打ち込んで大きく、ここを大きく、大きく、これをあんまり狭くしてしまったり極端な角度にしないように気をつけてください。
やや右上がりでゆったりと書く。どうでしょうか。次に、地というのを見ていきましょうか。地を見ていきましょう。地というのは横、ここをたっぷりと開けます。そして斜め下にこの線が行くように書きます。これをよく見かけるのが、こんな感じで丸く書いているような字をよく見かけますね。やや縦長に、でここをあんまり尖りさせずに、ここをたっぷりと、右上がりにして下の方に抜けるように、こういった形で書いていくといいでしょう。ラもとても似ていますね。ラも見ていきましょう。ラはこれを打ち込んで、先ほどやや角度を寝かせて横の方に、同様にここを広く取ります。ここですけれども、こんなようなら時に時々見かけることになります。見かける時があります。らはここを跳ねる、やや反り気味にしてゆったりと、跳ねる、まん丸く、これを立てすぎない、ここを立てすぎないように気をつけるといいでしょう。ロまで行きましょう。ロもここの中をたっぷり広く取る。そしてこちらの打ち込みよりかも、こちらの方が前に出てるのが特徴的です。真ん中から書いて、たっぷり出して、少し楕円形になっているのが分かると思います。なのでこういうロ、ここが丸くなりすぎないように気をつけるといいでしょう。出して少し楕円形にロ、いかがでしょうか。こういったことで、特徴をつかんだ後に、ここになぞり書きでそれを書いてみる。そして自分たちでさらにマス目で書き出しがどこなのかということを注意してください。例えばロの場合ですと、真ん中の線から書き出しているので、書き出しは必ず真ん中に、そしてこの中でも文字を中心から書き出すということを覚えておくといいでしょう。それでは動画をご覧になりながら、教科書をお持ちの方は一緒に一度動画を止めていただいて、書くところまで進めてみてください。はい、いかがでしょうか。次に和に入りたいと思います。これぐらいかな。はい、この和ですね。和は縦線がまっすぐ降りてるということを、縦線が斜めに書く人がたまにいますので、まっすぐ降りている、そして大きく右にせり出すというところですね。でこの点線を見ていただくと、中心から書いてなく、中心のやや左の方から書き始めているというのがわかると思います。それではこちらをちょっと中心に見立てましょう。大きくせり出して横に、少し開ける、
ちらの線の方が長いと出てますね。私のもちょっと足りなかったですね。これをこちらの線が倒れすぎてる方いませんか？この機会に直してみてください。まっすぐ下ろして横の方に出して下すぎない、少し開くぐらいですね。ここをたっぷりと開けてみてください。次にのという字を書いてみましょう。のは少し立てて、こちらを見てみてください。入ってからここは丸くするよりかも、これは毛筆もそうですけれど、まっすぐ、そして大きく曲がって抜ける、ほぼ中心付近で抜けているのがわかると思います。ここを見ていきましょう。のは上に上げて下げる、これをこんなのを書いてる人いませんか？こんなのを書いてる人いませんか？この機会に直してください。のというのは上に上げて大きく右を開ける、ここを広く開ける、こちらを気をつけてください。次に、目を見ていきたいと思います。目というのはこちらが狭くて右の方が広いというのが特徴になります。ですのでこちらが大きくなりすぎないように書くのが特徴だと思います。目は左右、ここはのと一緒のようにまっすぐ上げて大きく大きく大きくして、どうでしょう、ここの高さ、1画目より2画目の方が上にあるのが分かると思います。こうなっていますね。これをもしくは、こういうような目を描いている人いませんか？ここが明らかに広いですね。で、ここも両方が長すぎますね。目というのは上の方が長い、そしてここは狭く、左は狭くした分右を広く、ここが狭いですね。ここに気をつけてください。あも似ています。あの方も同様に見てください。あは横縦、そしてここがののようにまっすぐ上がってます。まっすぐ上がって右の方をたっぷり広く、こちらは狭く、こちらは広く、書くのが特徴になります。こちらも見ていきましょう。立てる、左は狭く、その分右をしっかりと出します。ここが目という字に似てるのがわかると思います。これをこういうふうな青を描いてる人いませんか？こちらとこちらが同じぐらいの広さになっていますね。この機会に直してみてください。こちらは狭く、その代わり右をたっぷりと大きく出します。はい、これでレッスン1のひらがなの4ページが終わりました。
動画を止めて一度どうぞ書いてみてください。はい、それでは隣のページに入っていきたいと思います。今度は、死という字を書いていきましょう。死というのはまっすぐ下ろして上の方に、そしてここをたっぷり広く取ります。ちょっとすり針のように似てるなと私は思います。すり針のようなイメージですね。まっすぐ下ろして死、少し開き気味でもいいでしょう。これをこういう風になってしまうと、ここが狭くなってしまうのと、ここの角度が違ってきてしまうので気をつけてください。もう一度いきます。し、し、次にとってもよく似てる文字でもがあります。このもも見ていきましょう。もは、雫がこぼれるような、汗がこぼれるような漫画などで出る汗のような形だと私は思っております。しっかりと丸くして、しと比べて内側にすぼめます。内側にすぼめる。そして上から、この時も、ちゃんとここの空間が空くように気をつけてください。汗の雫がこぼれるように、ここを閉じ、角度が違いますね。あとは1、2、縦長に、これをこんなもんを描いてる人いませんか。ちょっとこちらが丸くなりすぎですね。こういうのは次回から直してみてください。縦長になるように意識してみてください。も、これは横の方に行きましょう。次、うの方に行きましょう。むというのは意外と難しい字です。しっかりと下ろして山を作って、最後は丸くここの中に空間を空けるように、そして舌が揃ってるのが特徴的です。書いてみましょう。しっかり山を上げて上に、ここを揃えています。もしくは、ここがくっつきすぎていたり、ここが上がっていたり、もしくはここの角度が急に尖っている、そういった書き方をしている人がいたら、この機会に直してみてください。ここにたっぷりと、空間を、丸みを帯びることが大事です。丸く上に、ちょっとここがあれでしたね。丸くして上に、こちらがんになります。でのここの部分に似てますね。での方も見ていきましょう。でというのは中心の線を挟んで左側の方から書き始めるということが大事になります。そしてここの右の方の羽は、この左の縦線よりかも上の位置でやる、ここに空間を空けることも大事です。
これも見ていきましょう。縦、上に上げて、まっすぐ下げて上に、少し上げる。ちょっと跳ねすぎましたね。こんな感じです。こちらはここが極端に狭くなったり、ここがベタリとついてしまったりした書き方をしている人がいませんか？これは、どうぞ、直してみてください。次にとというのを見てみましょう。とというのはこちらを長く出して、大きくここの間を開けます。同様にをも一緒ですね。ここを大きく開けます。私はここに口を大きく、何かを食べてるような、大きく口を開いた獣のようなものをイメージしてます。パンか何かをこう食べる時の口の形に似てると思ってます。こちらも見ていきましょう。とはここを長く、教科書はかなり丸いですけど、少し大人用に締めてみますね。とたっぷりと、とたっぷりと開けます。これをこういうふうに、こんなふうに大きく開けてるのはいいんですけれども、ただ丸く書きすぎてる方いませんか？そういった方、気をつけてくださいね。少し縦長に、横長にすると品がいいでしょう。次にをです。このをは特に注意したい漢字だと思っております。こちらが中心線に見立てて書いていきますね。をというのは、左をやって書き始めが中心から来る。そしてその2画目は中心の線を、また同じ線の中心を通って降りるというのを特に気をつけてください。いきますね。左、中心から左に一旦出ますが、もう一回真ん中の中心に帰ってきます。そして大きくせり出して横の口を開けます。ここが斜めになってますね。これをもう一度書いてみましょう。中心から入って左に出てまっすぐ降りる。中心を通ってますね。そして大きく横からを、大人の文字だともう少し崩したような書き方をしたりするんですが、書写ではこの書き方がいいでしょう。これを ここが斜めになっていたり、打ち込みからずれたところに降りてきたりしてる方いませんか？そういう方はこの機会にぜひ直してみてください。はい、こちら左回りの丸みのところが終わりました。それでは一度動画を止めて書いてみてください。
書けましたでしょうか。それでは、次に向かい合う、向かい合う角の、角の丸みというところの下のところに入っていきたいと思います。まず弧を見ていきましょう。弧というのはここに線で補助線が引いてますけれども、上と下の幅が一緒だっていうことですね。ここが特徴的になります。こう、このままこう、こういう形ですね。これがこう、上が長く短かったり上が長すぎたりするのはこの機械に直してください。こう、こう、次にこに似た漢字で、あ、漢字じゃないです、ひらがなでにというのがあります。左に縦線をやったらこの弧よりかもやや角度を寝かせて横にして書いてありますね。そして、特徴的なのがこの縦線の幅よりかも内側に書く、空間を少し上げてやや内側の方に狭めて書くというのが大切になってきます。こちらも見ていきましょう。これが一番長い、こよりかも横に、こうですね。もう一度いきましょう。やや右上がり、右下がり、いかがでしょうか。これを2、極端にここが広すぎたり極端にここが狭すぎたりした書き方をしている人はこの機械に直してください。しっかりと書いていくといいでしょう。次にこのたとイに入りましょう。たはこの2画目を長く長く、そしてこちらが開きすぎないようにすぼめて書く、でこちらの中に空間を空けるのが特徴です。では書いてみましょう。右上がり、見えにくいかな、ちょっと見えにくいですね。これでいきましょう。長く、ここをしっかりと開けましょう。た、これをここを大きく書きすぎてる方いませんか。これ気をつけてください。少しだけ、少しだけ。次にその下のイを見ていきましょう。イもとっても大切な部分です。イというのは最も大事な部分は頭を揃えるということです。そして左と右で長さが違うのがわかると思います。この丸1個分右の方は短くなっていますね。これを大切にしてください。いきます。左、右、左は長く右は短く、左は長く右は短く、頭を揃えて、これを同じだとかこっちの方長くしたりだとかしてる方いませんか。
字が崩れてしまいます。もしくはここが右の方が上がっていたりとかする方いませんか？気をつけてください。左が長く、頭を揃えて右は短く書くといいでしょう。次に隣のリに入りたいと思います。リですね。リは頭が揃っているのが分かります。そしてやや膨らんで膨らんで、こういう形で膨らんだ形で書かれるといいでしょう。リ膨らんで頭を揃えて膨らんで中心の方に、膨らみを持たせるといいでしょう。これが内側に入っている方いませんか？こちらは今のうちに直してください。外側に丸みを持たせてください。柔らかく同様に毛も見ていきましょう。毛の方もまっすぐではなく、やや膨らみを持たせて柔らかく、そして横を引くと、こちらの方も少しリと違いますね。上の方から少し長い線で、こちらも外側に丸みを持たせて描いているのが分かります。描いてみましょう。柔らかく、上の方からちょっとだけ出します。毛どちらも柔らかくなっているのが分かります。こちらの方が出ます。こちらの方が出ますね。上の方から下にちょっとだけ出る。上の方から下もちょっとだけ出る毛ですね。これをこんな書き方をしている人いませんか？もしくはこちらの方を小さく書いている人いませんか？この機会に直してください。こちらの方が出るっていうことですね。以上で、ひらがな、レッスン2のひらがなですけれども、ひらがなの4ページと5ページの2ページを書いていきました。ひらがなは、まだ少し何ページかあるんですけれども、少しずつ、解説を加えながら一つ少しずつやっていきたいと思います。今回はこの4ページ、公筆レッスン帳の4ページと5ページをやってみました。いかがでしたでしょうか？このチャンネルでは書に関するさまざまな内容を発信しています。書道、そして公筆、文字を書くことに少しでも興味がある方はぜひチャンネル登録をして見逃さないようにしてみてください。それではまた別の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。